Q の野望が明らかに。作るのさ。動き出した宇宙創生計画。ピックルさん、悟空たちの新たな冒険が始まる。この戦いを見逃すな。自由の空に超能力を約束しよう。覚悟決めて腰燃やせ、スーパードラゴンボールヒーローズ。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす、歪みを生み出す。無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい。君が決めたその限界をぶち壊せ。自由をその手に、心の叫び解き放って。逃げるな、戦え、負けるな、君自身に覚悟決めて年燃やせ、スーパードラゴンボールヒーロー。掴み取ろうぜ自由を。強敵再戦、ハーネスとボージャック。やあみんな、僕が作る新しい宇宙で夢を叶えてみないかい？ん？お前はサイヤ人じゃないのか？だったらどうした？なぜサイヤ人がここにいる？うわっと！まったくしょうがないな。君たちは仲間なんだよ。二人とも仲良くやろうよ。みんな孫悟空たちにやられる前に歴史に介入して僕が助けてあげたんだからさ、やり直せるチャンスだよ。ち、余計な真似を。俺はまだ負けたわけじゃねえ。この星に冬がいるんだな。はい、時々はこの星にドギドギがいると言っています。つまりドギドギと一緒に消えたフューもここに。ドキー！ん？みんなどうしたの？しっ、パンちゃん静かに。フューじゃないな。あ、パンちゃん後ろに下がって。おめはタリス。よう、カカロット。Hey, hey.
会いたかったぞサイヤ人。貴様は確かボージャック。知ってるんですか。昔地球を襲った悪党どもだ。ドンさんが言いますか。お前が孫悟空か。くたばれ。お前を倒して次は孫悟飯だ。邪魔をするな。貴様どうやって復活した。答えろ。答えるかよバカが。聞いているぞその変身をな。絶大なる新生児の身が俺を高めた。見よう。わあ！なんだこの気は。ずいぶん鍛えてきたようだ。新生児の本当の力を思い知るがいい。そいつはどうかな。その程度だったらがっかりだ。おざけ。おいおい、どこ見てんだお前ら。貴様らの相手は俺たちだ。みんな楽しんでくれてるようで何よりさ。パワーアップさせた甲斐があるってもんだ。愚かな猿どもよ、ようこそ地獄へ。貴様か。俺たちを呼んだのは誰だ。おめえは増した強敵と悟空たちの激烈バトル。そして新たな科学者と遭遇したゼノ戦士。地獄での戦いの幕が上がる。最大7人、君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込め。スーパーサイヤ人3が大集結。黄金に輝くアルティメットレアカードを手に入れよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2弾、乞うご期待。もう一人の俺たち地獄で妙な奴と戦うみてえだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ忍び寄る影謎の男ドクター W。 絶対見てくれよな。